ってなかったから。これがね。やっぱ下がすごい。途中で、あ、まあ多分無言かもしんねえから補足する。これ今私演出決めたでしょ。答え出して。一発回答とか。あ、そこの位置、他小屋。小屋のあたりに吊るされてるの悪いんだけど、この辺をダラダラ使って小屋のところで時間稼いで真ん中回してもらう作戦。うん、真ん中、多分真ん中なんだよ、真ん中あたりなんだよ。もう回してもらわなきゃいけないから。でいてフックからも離れてる位置はもうあのサイドを使うしかなかった。ジャングルジム他小屋あそこを意図的に使って、でなんとかあとは隠す形を取った。結果出したよ。また5代目の発射機回ったという気がした。これがヒロシャのプレイね。ゴミね。結果的にスイッチが俺のとこで効いたおかげで、他のとこあんなどうでもいいとこでスイッチが効いたから発射機回ってるんで、1台しか効かない。振られるまで俺が粘れば、その間の間に他のところ回してたんだよ。結果論合ってんだよ。スイッチは知らなかった。合ってた。どうでもいい気にスイッチが効いて、今まではね、何箇所か、最大3箇所が止められたけど、1箇所だけになったんだよ。そこ固められてる時きついけど、今みたいにどうでもいいとこでスイッチ、パーティーがやるプレイヤーね、どうでもいい発電機、無意識にやったみたいね。どうでもいいよ、この発電機、ちょっと触れて離してくんないっていう。で、真ん中回すからっていうプレイ、撮影になったわ。うまい、これ、シールシャンス、スーパープレイヤー終わったります。はい。